どうも、ノバンドフキのフキです。今日は私の耳についてお話をさせていただこうかなと思います。皆さん、あの耳というのは普通は耳で音を聞くものですよね。私の場合はなんとですね、その耳から音が出るんです。出るんですよ、耳から音が。でこれですね、ルーツはですね、高校3年生の、体育祭のクラス対抗全員リレーっていうのがありまして、私何人か抜いたんですけど、力みすぎて焦げちゃいましたね。でそれでまた抜き返されて、我々のクラスが1位になれなかったというですね。で私その重圧に、耐えられなかったんですかね、もう気持ちがね、でなんか知恵熱みたいな、なんかこう熱が、高熱が出てしまいまして、それが収まった途端にですね、耳になんか違和感を感じましてね。でその後から両耳から音が鳴るようになったんです。でもうかれこれお付き合いしても35年ぐらいになりますけども、自由に、音をですね、鳴らすことができるようになりまして、でこれも多分その熱が出てなので、これいわゆるちょっと耳の病気かなと思いまして、医者にも行ってるんです。そうしましたら耳鼻咽喉科の先生が、なかなか耳から音が出るなんていうのは信じてもらえないと。でその医者の学会の方でもなかなか信用してもらえないと、まあ、そういった事例の資料がないんですよね。音がこう出てたりする動画とかですね、ないもので、ぜひフッキーさん撮らせてくれないかと、言われまして、先日久々の撮影をしてきましたね。後にこれからその耳鼻咽喉科の学会で私のその耳の映像、音がですね発表されるのではないかと、思いますけども、でその映像は実際にちょっと私持ってないので、このですね、今日はマイクを挿しておきますので、このマイクで音を拾ってみようかなと思います。でなんかこのマイクですね、なんか接続が悪いのか、みたいな音が鳴ります。その音は私の耳の音ではありませんので、私の音はボツボコボツみたいな、ボツってこういうちょっとゴボゴボっとした音なんで、こうやったらこういった時に音が鳴りますから、まず聞いてみてください。それでは耳から音を鳴らします。わかりましたでしょうか。地味なネタですね。どうもジミー・ヘンドリックスです。どうでしょうかこれね。いやこのネタじゃなくて、じゃあですね、もっと高度なやつ、35年来のお友達なので学会で発表されるであろう作品をですね発表してみたいと思います。耳から出る音で337拍子を奏でます。いきます。わー聞こえてるのかな、どうでしょうか、聞こえました、すごいでしょこれ。聞こえてたら、これ私も35年間やっております。はい、まあボツ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 ね、この作品がボツにならないことを願っております。そんなことでございまして、私の耳のお話でございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。フッキーチャンネル。